YouTube。 はいどうも、これやりたかったんです。 YouTube 始まりました。神木隆之介です、お願いします。というわけでですね、今日は前回長いやつ作ったんですよ。あの後ろのね、トップガンみたいなやつ、アイコン丸い部分はまだ作ってないんですよね。それを撮りたい。でもね、その事務所でね、使ってもらってる公式の写真もあるじゃないですか。その緑の、まああるんですけど、緑のこうバックで写ってる僕の写真があるんですけど、そういうのじゃない。なんなら自分で撮りたいんですよね、せっかくなら。ただ自撮りがマジで下手なんですよ僕。取材とか撮影とか宣伝のねところで自撮りをって頼まれることもあるんだけど、ほんとすこぶる写りが悪いんですよ。自撮り何が問題なんですか？何が問題なんだろうね。なんかね、恥ずかしいんだよね。まず自分の携帯のさ、写真のさ、その撮る画面にさ、自分が写ってるのがちょっと恥ずかしいんだよ。かっこいい角度も全然あんまりよく分かってないし、だから今回最高の自撮りが撮りたいんですよ僕の人生で一番いい自撮りを撮りたい。どうやってやったら自撮りが下手でもうまく自撮りが撮れるかっていうのを検証しつつアイコンを決めていきたいと思います。今日はまず自撮りをね、普通に撮ろうか。いつもやってる風にやる。こんなん本気？本気だよ顎を下げ気味で撮影する。顔を斜めにして写すと写る面積が抑えられ、顔がすっきり見える。はあ、手や物で顔の一部を隠す。なるほどね、小顔をね顎を下げ気味で撮影する。顔を斜めにして写すと写る面積が抑えられ、顔がすっきり見える。手や物で何かさ、俺こんな悲しい顔してたっけ何かあったのかなこの子ってで、さっき手やったやつ、これわざとじゃない物で隠すんでしょ、これを。どこを隠すかだよね壁から覗いてる人神木君にぴったりのチャレンジがある。連射チャレンジ、うん、連射どういうことだ。連射するの、ひたすら15秒間に20ポーズ、決め顔を自撮りするチャレンジ、15秒間に20ポーズ。 OK いくよ、せーのこれやばい、ニーソーやばいよブレてるしね、これもこれなんか渋い柿食べた後の顔みたいな。これもないきます、せーのひどいね。これとかひどくない？あ、いや、あの、あれですよ。あの、このひどい写真の中での、おーですよ。これ、若干若い。なんかさ、なんだろう。最近、ちょっと、ラップ聞きますよ。雰囲気出してる。R指定さん、知ってますよ。でもね、決めで撮ってるより、硬くはないです。決めると動かないじゃないですか。動いちゃいけないじゃないですか。だから、顔の表情大丈夫かなの方に集中しちゃって、
引きつるんですよ。でもこれはもう動くことに優先順位を置いてるからあ、でもこれいいかもしれない。動きながらちょっと喋りながらやってみます。君はどこ、あーうーんはえーうーんどうだ、おかしいな。やっぱ今までやっぱ取材本当にやっぱカメラマンさんの力って強いなと思いますよね。こんだけ量取ればいいと思ってたけど、利き顔右左ってこと知らなかった。利き顔なんてあるんですね。確かに右と左じゃ映り方がちょっと違うってことはなんとなく分かってましたけど、それが利き顔だとは思わなかった。どっちだこっち取られるいつも。はいどうも、 YouTube チャンネル始まりました、神木隆之介です。おお、このねこういうのとかどう、なんか自然な、いやこれいい、うん、まだいい方法があります。瞳の中に光を入れます。出た。出たこれすごい、俺使ったことないこれ。どうやって使うんだ、どこにはめるんだ。あ、ちょっと待てよ、なんかある気がするな。こうだろうな、よしこうだ。待って映る待って、映るかな。一回撮ってみます。なんか、なんだろう、なんか遠く遠い。ああ、なんとなくね。すっごい寄ってこのハートは見える。でもあれでしょ、光があるからすごい綺麗に撮れるんでしょ。あれさ、顎を下げ気味で撮影する、顔を斜めに撮影する、スースルース面積を抑える。うん、これ力抜けてるよ。ハートはないね。どうも神木隆之介です。ああ、スノーは知ってますよ。何これトーンって大きく、おお、鼻筋抜群にシャープにしてスリムにして、何長さって、取れたよ。スタンプ、すごいね、最強じゃない。すごいね、でも楽しいもんこれ。やばい、めっちゃ面白いね。どこ向いてもよく映んだもん。リアル猫になった、保存、子供になるやつ、そういうこと。いや、そうなんですよ、目的が違うんですよ。今回は丸の写真を撮らなきゃいけないわけですから。 You like、 お、これか。え、なにこれ、なんか肩があるよ。あ、なに、このポーズしろっていうこと。すごい、これこういうことか。おお、すげえ、こうなる。この出されてるポーズにのっとればうまいこと撮れるかもしれないってことか。超便利じゃないですか。僕はあんまりみんながしてないやつやりたいな。加工してみようかな、スノーで思いっきり。あんまだってスノーで加工してる人とかいないですもんね。いとこのお父さんみたいな。何がいいかな。暇つぶし、動物、ウケる、猫用、え、公式のアイコンだよってなりたい。で、あ、何これ、手のひらを見せて。うわ、すっげえ、指から火出てるよ。すごくないこれ。
これやばいでしょ。指から火出てるぜ。これすこれやばいね。すごいね。だってこうやってやったら火属性使いみたいになってるよ。それだ。本当に？これでもシュールだよね。第一候補だな。だってさ、やばくない？ YouTube のさ、丸いところポッと押したらさ、こいつ手から火出てるぞってなってるでしょ。いいね、火はいいね。こういうエフェクトをもっと探していきましょう。え、なにこれなにこれなにこれ、え、なにこれ、え、どういうこと。あぁ、あぁ、もしかして、ちょっと待って。見て、見て、見て、飛行機乗ってる。これやばい、これやばいわ。超面白い。やばいね、飛行機乗ってんだよ。来たね。丸いとこ押したらこいつ飛行機乗ってるってなってんだよ。トップがみんな真面目にやってんのに。いや超第二候補ですよ。飛行機だよ。だって今んところね、若干飛行機の衝撃さはね、今ね超えられてないのよ正直。だってさ、飛行機っぽくすればいいんでしょ。え、なんだろう、ワシントン DC。 いや別にワシントン行ったこともないですけどね。一番最初に撮った写真が結構なんか良かったんだよな。なんかさ、この明らかな合成感。で、今さっきそれを踏まえて撮ったのがこっちなんですよ。なんか後半の方がちょっとちゃんとしすぎてるんですよね。なんか若干もう慣れた感、このなんかうおーっていう盛り上がり感のない、なんか分かってやってますみたいな。ちょっとこれじゃない？どうなんです？ここはさすがに多数決。これみんなの意見を聞きたい。ツイッターでみんなにどっちがいいか決めてもらう。この、これもね、意味わかんなくてよくて、これもなんで火出してんのにこんな顔できるのっていう顔なの。これ見てさ、俺の情報わからないでしょ、これ。何がしたいのかもわからないでしょ。それがよくて、どっちも目的がわからない正直。それがね、俺の中で今すごい1位を争ってるので、皆さんに決めてもらいます。なのでちょっとしたら多分ツイッターにあげます。火か飛行機か決めていただきたいなと思っております。決まった方がアイコンになります。僕は正直マジでどっちでもいいと思ってる。本当に僅差だから。あ、ちなみにタケル大先生、さすがだよ。これだって。これむしろタケル君はあの背景飛行機にしたらどうなんですか。ということでですね、これからどん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 こういう本当にくだらない動画をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では